こんばんは、野生の野生の時間です。野生陽子です。本日は日本の国民的アニメサザエさんのお宅にちょっと遊びに来てみました。ご長寿アニメとして知られる、サザエさんですが、最近異変が起こっているようです。先日の放送の視聴率は 12.3%、これまで視聴率 20% 超えが当たり前とされてきたサザエさん、この下落ぶりからも国民のテレビ離れ、視聴率減少が伺えるとネットで騒がれたようです。はい、最近は若い子もネットや LINE に夢中ですからね。はい、あ、こちらは同じく LINE に夢中になってしまった、カツオ君みたいな大阪府の山本議員です。山本議員は以前地元のお祭りで会った中学生たちと無料通信アプリ LINE を通じて交流するようになったものの、中学生から無視され、キモい、うざいなどのメッセージが集まり、まあ、切れてしまったのですね。その中学生らに対し、ただでは済まさない、徹底的にやるなど脅すようなメッセージを送ったとして問題となっています。はい、山本議員やっぱり丸坊主にしたのは反省しているよというあからさまな主張でしょうか、それともカツオ君みたいになりたかったのでしょうか。山本議員、その LINE のグループから男子だけを外したという話ですが、女子生徒との交流が目当てだったのでしょうか、それともカツオ君みたいになりたかったのでしょうか。山本議員、マスコミからの質問に全速力で走り去ったそうですが、逃げたかったのでしょうか、それとも、カツオ君みたいになりたかったのでしょうか。カツオ、サザエさんも、いらっしゃっています。大阪市の橋本市長みたいなサザエさんですね。今回の騒動を受け、大阪維新の会では、山本議員を除断する処分を決めたようですが、山本議員はこれに対して不服申し立てをしているようです。まあ、国民の人気信用を集めるのはそんなに簡単なことではありませんし、まあ、サザエさんのような視聴率以上の価値を得られるようになるには、カツオ君、みんなが笑ってる、お日様も笑ってる。ルルルルルル。